いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。山本道場のいつきです。里です。今日は師範、そして父である山本誠二についてお話ししないといけないことがあり、動画を撮りました。オーストラリアから日本へ帰国する少し前から師範の体調が悪く、最初は病院で処方してもらった抗生物質の副作用が原因だと思っていましたが、帰国後も回復が見られず、 心配で病院へかかったところ、直腸がん、肝臓転移、ステージ 4b と診断されました。そして、特に肝臓の機能が著しく低下していて、このままでは治療しても手遅れと診断されたそうです。昨日から3週間の入院、そして治療を開始しています。最近、父の風貌が普段よりも痩せてしまっていて、 ご心配をおかけしてしまったと思います本当にすみませんでした昨日の動画をもちまして父と一緒に撮れた動画は現状最後になります山本道場の今後の動画につきましては私たちで毎日更新は難しいと思いますが週4日ほどで頑張って更新したいと思っています10年以上師範に習っていた私たちなので 私たちの言葉で私たちの理解してきたことを伝えていけたらと思っています。たまにエンタメのような動画も出したいと思っているので、レッスンの動画ではありませんが、楽しんでいただけたらと思います。これからきっと治療を頑張って元気に戻ってくる師範をまた皆さんにお見せできる日が必ず来るので、気長に待っていただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。 父についての報告でした。